原稿防類は、鎌倉時代に北部九州の博多湾沿岸一帯に築かれた石による防類。モロ襲来に備えて築かれた。公安の役の際には、防類が築かれたところからは、モンゴル、高来軍は一切上陸することができなかった。昭和6年に国の史跡に指定。原稿防類は、中山平次郎の命名で、石築き地が本来の呼び名である。 文英11年に元による信仰を受けた鎌倉幕府は本格的な異国警護に着手し翌県時2年に異国政抜として高麗出兵を計画し並行して石築地を築造させ元による再終来に備えた築造は国ごとに区域を定め大隅国の石築地付益文書によれば武家領や本所一円地を問わずに大胆あたり一寸の割合で 実築記事役が付加されたという。公安4年の公安の役までには一部が完成しており、元軍は博多への上陸を断念して、志賀島に戦団を停泊させたという。公安の役の後も元による再襲来に備えて、異国警護体制は持続し、工事や破損箇所の修復が付加された。工事は、鎌倉幕府滅亡の前年にあたる現行2年まで行われている。 九州の御家人、竹崎末永の描かせた、猛古襲来絵言葉には、建築当時の姿が描かれている。猛古襲来絵言葉に描かれた、建設当時の遺失記事。高さ、幅は平均して2メートルある。総延長は、西の福岡市西区今津から、東の福岡市東区、河津までの約20キロメートルに及ぶというのが、定説になっている。内部には小石を詰め、 陸側に傾斜を持たせて、海側を切り立たせている。築造を担当した国により、構造に違いがある。防類は、公安の役以降も数十年間にわたり維持、修理されていたが、後に管理されなくなり砂に渦漏れていった。江戸時代の福岡城追記の際に、石垣の石として、防類の大半が失われたと考えられている。1913年に、中山平次郎が、 福岡日日新聞に、現行暴類の価値という論説を発表する。現行暴類という故障はこの時に、中山が独自につけたものであるが、これ以降、この故障が定着していくことになる。暴類が一部現存する以下の場所は1931年3月30日に、国の史跡に指定された3月16日に一部、追加指定。博多地区は、未指定。一部の場所では、 石類が露出した状態で見学できるようになっている。なお、現在は、埋め立てなどにより、鎌倉時代当時よりも海岸線が沖へ伸びているため、海岸から遠く離れた内陸部に位置する現行防類跡もある。長崎県松浦市星鹿町から平戸市田平町の海岸線40の5 0トルにかけて防類が古代のまま現存している。 開発の進んでいない、この地域には原稿に関連する遺跡も、多数ううあり、また、それに関連すると思われる、日立場、地伝、追い出しなどの地名や、昔からの言い伝えもあるが、発掘等の詳しい調査はなされていない。730年前に、亡国の聞きあり原稿に、どう対処したか、産経新聞2011.1。3、川添正治。 王子襲来研究資論242ページ、施設案内遺跡現行防類、西南学院大学旧大敷地から、現行防類屋と、薩摩国が築造化引く読売新聞、2016年9月21日。ありがとうございます。